マニゼスは、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピ。バレンシア語では、マニゼスと発音するが、日本においてはスペイン語読みで、マニセスと表記されることが多い。クマルカとしては、西部の考えのうちの意味を持つオルタオイストの、厚生自治体の一つである。2014年の人口は3万834人で、ある。自治体内には、バレンシア空港が所在する。産業は、 古い歴史を持ち、マニセス陶器として知られている。近隣のパテルナには新石器時代と青銅器時代に遡る遺跡がある。今日のマニセスがある地域には古代ローマ人が居住していたことを示す記録が残っており、自治体内には古代ローマ時代に建設された水道橋跡がある。この地の古代ローマ人はバレンシアの街に水を運ぶ労働を行っていたが、やがて、 アラブ人がやってきて、集落を築いた。8世紀初頭に、イスラーム教徒のウマイア朝が、イベリア半島を征服し、考え農業などがもたらされた。その後数百年間は、あとウマイア朝や大ァ小王朝が、支配した。1238年には、アラゴン王ジャウマ一世が、イスラーム教徒を破って、バレンシア地方を征服した。この年には、ジャウマ一世が、 アルタルデルナにイスラーム農場を寄贈し、さらにアルタルデルナにリッチ、ホームズ・オブ・ネーチャーという称号を与えている。1307年には農場がペレブイルに売却され、ブイル家が漁師を務めるマニゼス漁の中心となった。17世紀初頭にはキリスト教徒とモリスコが混住しており、1602年から1609年にはキリスト教徒の家が150軒。 モリスコの家が50件存在したが、1609年にはバレンシア地方でモリスコ追放が行われた。マニゼスのタイル、特に紋章型のタイルは16世紀初頭に商業的な成功を収め、17世紀にはバレンシア地方のタイル製造量が大幅に増加した。20世紀初頭には陶器に組み込まれた装飾の要素を持つ新たなスタイルがもたらされた。 その後、タイルがフローリングや基礎に使用されるようになり、多色のタイルで建物のファサードを装飾する傾向は今日まで続いている。マニゼスの教区教会は、先例者ヨハネに捧げられている。今日の教会は1734年に建設が始まり、バロック様式の痕跡を持つ新古典主義で建設され、1751年に完成した。これによって、 ロサリオの聖母の礼拝堂を持つ旧教会は礼拝が放棄され1817年に取り壊しが開始された新教会はラテン十字型であり単一の新郎外部に釉薬が塗られた巨大なビザンティン様式のドームを持つ1951年にはバロック様式の祭壇画が据えられた1914年にはマニゼス陶芸専門学校が開校し 1924年にマニゼスは死の称号を得た。1969年にはマニゼス市立陶芸博物館が開館し、1985年にはマニゼス陶芸専門学校がバレンシア州立芸術教育インスティチュートに統合された。2009年4月にはマニゼスからトゥリア川を渡ってパテルナに向かうことができる橋が完成した。 2009年5月1日には、マニゼス病院が開業し、マニゼス周辺に居住する人口約15万人の地域を対象としている。マニゼス病院は一人部屋220室と手術室10室を、持ち、保健省とバレンシア衆議会が共同で建設、管理する公立病院である。トゥリア川に面した地域の西端には、バレンシア水処理場があり、自治体内には席や、 洞窟も存在する。1883年のマニゼス市街地と、トリア川歴史的地域区分としては、オルタでバレンシアに含まれ、その西端にある。州都バレンシアで、地中海に流れ込むトリア川の右岸にあり、アサーール海岸から10キロメートルほど内陸に位置する。マニゼスは、典型的な地中海性気候だが、海岸近くよりも夏季は暖かく、冬季は冷たく、 冬季の数ヶ月には夜間に霜が降りる。冬季の平均気温は摂氏4.7度にまで低下し、夏季の平均気温は摂氏24.8度にまで上昇する。最優長分皿マニゼスで生産される陶磁器はマニセス陶器、またはマニセス焼器と総称される。マニゼスでは特に14世紀以後に幼業が盛んとなり、中世やルネサンス期には イスラームの影響を受けた、イスパノイコールモレスク陶器の最重要生産拠点がマニゼスであり、マニゼス産の陶器はヨーロッパ中に輸出された。様々な種類の陶磁器が生産されており、マニゼスはスペイン最大の釜場である。スペインにおけるタイルの生産地としてはアンダルシア地方のセビリアと並んで知られている。自治体のバレンシア語読みはマニゼスだが、 マニゼスで生産される陶磁器はカスティーリャご読みのマニゼスとして知られている。陶芸専門学校1914年にはマニゼス陶芸専門学校が開校した。1916年にはアルフォンソ13世によって国立学校として認可されたがバレンシア大学に内包されるのではなく文化省美術総局の直属学校となった。 スペインの民主化後の1985年にはマニセス陶芸専門学校の管轄がバレンシア州政府に移り美術、演劇、陶芸、舞踊、デザイン、音楽など様々な分野からなるバレンシア州立芸術教育インスティチュートに統合された。この学校の陶芸部門は陶芸を志す学生に専門の学位を与えているスペイン唯一の教育機関であり、 マニゼスにはスペインだけでなく、世界各国から学生が集まっている。技術家と工芸家からなり、家庭は3年間である。陶芸博物館カサノバケによって、マニゼス市に寄贈された18世紀の邸宅を改修し、1969年にはフランシスコ悲鳴のアドリアン市長の下で、マニゼス市立陶芸博物館が開館した。 スペイン陶磁器コンクールで受賞した作品や、今日のセラミック国際ビエンナーレで受賞した作品のコレクションなどがあり、アルフォンス・ブラッドやアルカディオ・ブラスコの作品などが展示されている。さらに、15世紀から18世紀のタイル、黄金の像、タイルパネル、大衆的な陶器製品、18世紀を模した典型的なバレンシア様式のリビングルームイコールキッチンなど、 計2500点以上の展示物がある。陶芸博物館は1989年に改装、拡張された。農業は、稲子豆とオリーブの木による果樹園が卓越しており、ブドウやアーモンドの木による小規模な果樹園もある。用水路を用いてトゥリア川の水を考えに使用している。バレンシア空港のターミナルビルバレンシア州の州と、 バレンシアからは A-3 号線や V-11 号線などの道路が通じている。公共交通ではバレンシア地下鉄や路線バスなどがバレンシアとマニゼスを結んでいる。バレンシア地下鉄の3号線と5号線はバレンシア市街地からバレンシア空港に至る路線であり、マニゼス市内には空港駅、ロサス駅、マニゼス駅がある。 路線バスは150系統などが通じている。市街地の南側にはビジネス利用が中心のバレンシア空港が存在し、バレンシア空港はマニゼス空港とも呼ばれる。バレンシア空港はアリカンテ空港に次いでバレンシア州内で2番目に旅客数の多い空港であり、2011年の旅客数は498万人だった。バレンシアから最も近い空港である。 バレンシア空港は、バレンシアのダウンタウンから8キロメートルの距離にある。かつてマニゼス空軍基地と土地を共用していたが、空軍基地は後に廃止された。バレンシア空港は、あらゆる現代的な空港設備を有し、アルブフェラ近郊の松林の中にレーダーを備えている。ありがとうございます。